世界一面白いアクション RPG を作る、これを人生のメインクエストに掲げております。はい、タカと申します。今回はエリア3のマップ概要を少し公開させてもらいつつ、2月の末下旬にですね、体験版リリースすることにいよいよなりましたので、このゲームの舞台となるステージたちっていうのが大体どういう風な基本仕様で攻略していくことになるのかみたいなところもね、サクッと確認していけたらなと思っております。今見てもらってるのがエリア3番ですね、ラストエリアになります。韓流との距離もめちゃくちゃ近づいてきましたね。開発の進捗としては、こちらのエリア3番ももうすぐ完成するといったところで、エリアの1番2番に関してはもうすでに完成しているという感じです。それぞれのエリア1つごとにね、ボスが5体用意されてまして、まあこの5体が全部必須ボスっていうわけではないんですけど、例えば5体のうち3体がストーリー進行に必須なボスで、残りの2体に関してはサブルートに配置されてるとか、特定のボス戦エリアみたいなものが用意されてなくて、普通にフィールド上をね、カッポしてるノラボスみたいな感じのやつもいたりします。そういった必須でないボスに関しては、まあプレイヤーによってはね、そもそも探索が甘いと出会わない可能性とかも一応あったりとか、出会った場合でももちろん必須ではないので、まあ、戦わずに逃げるみたいなことも選択できるようにはなっております。まあなんですが、このゲームにね、興味を持って今この動画を見てもらってる人たちは、おそらくね、この手のゲームが大好きな人っていうのが結構多いと思うので、そういった人たちは強敵たちとの死闘に飛び込んでいってください。もちろんそういったサブのボスたちに関してはね、攻略する順番っていうのが結構自由に前後させることができるので、まあ他のところを探索してキャラクターを強化してから挑むみたいな、そういった柔軟な攻略もできるかなと思います。マップ上には地脈と呼ばれる、いわゆるチェックポイントですね、が多数存在しておりまして、この地脈と地脈の間はファストトラベルで素早く移動することができます。ファストトラベル機能はゲーム開始した時点からすでに解放されているので、最低ですね、地脈を2つ以上見つけた時点からもうファストトラベルで移動が可能になるといった感じになっております。で、一つのエリアごとの広さに関してなんですが、まあ1エリアごとにね、ボスが5体いるというところからも、まあ想像してもらえるとは思うんですが、結構ね、かなり広めになっております。今のところエリア2までね、完成してるので、まあいろいろな方にテストプレイで投資で遊んでいただいてるんですけど、エリア1に関しては2、3時間で、エリア2に関しては3、4時間平均してかかってる人が多いですね。ちょっとね、エリア2にはお城があるんですけど、まあ男の子だったらみんなこういう城って好きじゃないですか。僕も例に漏れずね、こういう城が大好きで、ちょっとマップを作ってる時にね、筆が乗りすぎてしまって、若干エリア2がボリューミーになってしまったという感じでございます。まあ、ただこのプレイ時間っていうのはね、あくまでテストプレイした時の時間なので、結構ね、皆さんやはりテストっていう意味合いもあるので、サブルートとか見つけた時にね、しっかり探索、こっちの方もテストしに行こうっていう感じでプレイしてくれる場合がすごい多いので、もしかするとね、そのいわゆる RTA 的な攻略とか探索には目もくれずに走り抜けていくみたいなプレイングをしてしまうと、さっき言ったような時間よりも大幅にね、短くなってくる可能性は大いにありますので、そこはご理解いただければと思います。まあ、ただしっかりとね、探索した時のご褒美だったりとか、敵を倒すことのご褒美っていうところも用意しているので、基本的に初見プレイでね、もうそういった RTA チックなプレイングに走ろうっていう感じにはなってこないんじゃないかなと予想はしております。まあ、あとストーリー上にね、必須のボスっていうのは結構強敵もいたりするので、そういうやつらを打ち倒すためにもね、しっかりと探索してキャラクターを強化していくっていうことは、まあ初見プレイだとなおさらね、必要になってくるかなとは思っています。ではここからまたエリア3番の話に戻っていこうかと思うんですけど、3番エリアはね、また1番2番とは違った雰囲気にね、仕上がってきてるかなと思います。1番エリアはね、本当に始まりの平原っていう感じでね、オーソドックスな平野と、まあ、そこに砦が一部あったりして、で遠くの方にね、エリア2番のお城とかエリア3番の韓流が円形のオブジェクトとして見えているといった感じで、これがエリア2番に進んでいくと、お城とね、地下洞窟っていうようなシチュエーションが追加されてきて、結構しっかりとしたね、高低差のあるマップ、立体的にね、つながっているマップになっていて、攻略に縦の要素が入ってくるのが特徴ですね。そして3番エリアなんですけども、ここはいわゆるまあ渓谷って言ったりするんでしょうかね、水がたくさん流れてるっていうのが第一印象として強いかと思います。で、建物に関しては1番2番とはまた違ったね、より前時代的と言いますか、
大昔に作られたであろう遺跡みたいな建物の内部も進んでいきます。そして標高がねさらに高くなってきましたので、まあ、よく背景に使ってるね岩のモデル、こちらもねちょっと色味を変えてですね、より真っ白な感じの岩を多用させてもらって、ちょっとまたその辺もね雰囲気が変わってきているかなと思います。一部こういった沼地っぽいところもあったりしつつ、基本は水場と遺跡を交互に進んでいくような感じのエリアに仕上がっておりますね。ではエリア3番の序盤部分をねちょっとだけ一緒に見ていきたいと思うんですけど、まずこちら3番エリアのスタート地点としてね使おうと思っている場所です。いきなり川のど真ん中からスタートっていう感じなんですけど、こちら進んでいきますとね最初の広場っぽいところに出てきます。結構ね細々としたオブジェクトをたくさん配置していて、かなり見栄え的にはいい感じだとは思うんですけど、例えばこの倒木とかねもうちょっとちゃんと地面に埋めといた方が良さそうですね。当たり判定があるのでちょっと戦う時に引っかかったりしてストレスになりそうです。似たような話で言うと、この辺りに生えているこのめっちゃ細い木、こいつらに関してはもう割り切ってですね当たり判定をなしにしています。こんな感じですり抜けていけるようになってますね。もちろんリアリティを重視するのであれば、まあ、当たり判定つけるとか、あるいはこうヤブをかき分けるみたいな感じでねプレイヤーがぶつかるとこの細い木がしなってくれてねかき分けて進んでいくことができるみたいな感じになってるとめちゃくちゃリアリティとしてはいいと思うんですけど、まあ、さすがにねそこまで作り込んでるといろいろ間に合わなくなってくるということで、今回はゲームプレイ優先でねこの細い木に関しては完全に当たり判定なしという感じで割り切って作っています。お次はちょっとこちらの川見てみましょうか。あ、この辺とかもねちょっとオブジェクトの設置が甘いので境目が見えちゃってますよね。後で直しておこうとは思うんですけど、この境目ね凝視してもらうと分かりやすいんですが、実はねこの水実はめっちゃ薄い板状になってるんですよね。なのでこれを空中に動かしてみるとこんな感じですね。こういった制作の裏側がねプレイヤーにバレないように、まあ、しっかりとこういったつなぎ目とかはあんまり見えないようにね綺麗に配置していくという仕上げがねまた必要になってくるかと思います。という感じでね今回はこれくらいにしておきましょうか。なんかこう完成がいよいよ見えてくるとね、特にエリア2番3番なんかはあんまり喋りすぎないようにしないとなみたいな気持ちにちょっとなってきちゃいますね。まあでもうちのチャンネルの趣旨的にはねそういうことあんま考えずに全部ベラベラと喋った方がいいのかもしれないんですけど、まあちょっとこの辺はねコメントの皆さんの反応とか見ながらいい感じのところをついていけたらなと思います。で今回ねいろいろステージの広大な部分お見せしてきたんですが、実際にですね今月末に皆さんに遊んでいただく体験版に関して言うと、今回お見せしたようなところはほとんど登場しなくて、ごくごくね狭いエリアを遊んでもらうといった形になってきます。まあどちらかというと戦闘システムの入り口の部分ですよね。このゲームの戦闘システムがどうなってるのかっていうところを、まあ、体験してもらうみたいな感じになっておりますので、今回のね動画でお見せしたような部分のまあ攻略探検っていうところに関してはまあ製品版を買っていただいてじっくりとねしゃぶり尽くしてもらえればなと思っております。体験版とね製品版遊んでみたい方はぜひ Steam の方でウィッシュリスト登録していただいてお待ちいただけると幸いです。じゃあ今回この辺で失礼します。また来週もよろしくお願いします。